はい、こんばんは。本日はフローボリューム曲線についてやっていたいと思います。で、本日はリクエストいただきました第50回 PT 国家試験午前の問題の18番目をやっていきたいと思います。62歳の男性スパイログラムのフローボリューム曲線を図に示す最も考えられるのはどれか。はい、じゃあ回答していきましょう。まあ、ポイントとしてはこの上の最大呼気のところでしょうね。はい、見ていきましょう。1番肺がん。肺がんってこの検査するのかちょっとわからないので、次肺腺症です。肺腺症は拘束性換気障害になりますので、これよりももうちょっと吐く力はあってもいいかなというところですね。で、3番肺葉切除後。肺葉切除後も拘束性換気障害に分類されると思いますので、まあ2番と同じような形になっても、まあ肺切っちゃってますからね、そもそもの肺葉量が少ないっていうことでしょうね、これね。で、4番上気道狭窄。上気道狭窄はすごくこう特徴的な曲線を描きますよね。後で図出しますけども、てっぺんがこうない状態、山なりなんですけど、山なりのてっぺんがないところ、ないような台形の図を示しますよね。なのでちょっと違うかな。ということで、おそらく答えは5番になるかと思います。慢性閉塞性肺疾患。そうですね、これ特徴的な閉塞性換気障害のフローボリューム曲線になると思います。で、ポイントとしては COPD の場合は吐けない病気、閉塞性換気障害はね、吐けない病気になります。その反対に吸えない病気が拘束性換気障害になります。つまり、この曲線を見た時の上のグラフっていうのかちょっとわかんないですけど、上の突起がちょっと短いですよね、明らかにね、吐けてないですよねっていうところを考えると、閉塞性肺疾患が考えられるだろうというふうに思います。これに関してはおそらく国試だと COPD と肺気腫で出てくるかなと思います。閉塞性換気障害ね、この2種類は覚えておきましょう。また混合性っていうのもありますので、それもね一緒に覚えてしまいましょう。混合性っていうのは両方混じってますよっていう話ですね。で、拘束性換気障害に関しては呼気よりも吸気に問題を起こしますので、呼気の、まあ、上のグラフっていうのかな、上の図はもう少しこう正常に近い上昇を見せますけども、この落下の時にちょっとこう急激な落下を示します、この図のようにね。で、4番の上気道狭窄に関しては先ほどもお伝えした通り、まあ、吐けることは吐けるんですけども、吐く時に上気道が狭窄、すぐ狭窄してきてしまうので、なだらかに吐いていきますというところですね。なので吐く力は弱いということです。この上気道狭窄と合わせて覚えておきたいのがダイナミックコンプレッションと言われるところで、吐くでしょ、最初吐いた時排気量が多いので吸入速度、上に上る角度ってすごく急激に上がるんですけども、徐々になだらかになっていって、正常でもこう三角形を描くようなね、直角三角形を描くような曲線を描くんですけども、なんでこういう曲線を描くのかなって分かんなかったんですけど、調べてみたらですね、このダイナミックコンプレッションっていうのが影響しているらしくて、最初吐く時にフーッと吐くじゃないですか。吐いた瞬間はギュンと気流速度がバンって上がるんですけど、吐いていくと、そのまま継続して吐いていくと、肺胞があって気道があるとしたら、吐いていくにつれてこの気道がちょっとずつこう狭まっていくんですって。狭まっていくので、この曲線としては徐々になだらかにこう下がって吐いていくっていう曲線を描くそうです。で、一方でその上気道狭窄っていうのは、このそもそも狭窄を受けてますので、この急速が、急流速度が急激には上がらない、上げようと思ってもすぐに上気道狭窄が起こってしまうので、一定のところまで行ったらそのまま上気道狭窄が起こってそのというふうに吐いていくというグラフを示します。なのでこれ特徴的ですね、はい、この3つは特徴なので覚えておくといいかなと思います。明らかに COPD に関してはこの吐く時の呼気の吸入速度っていうのがマックス最大までいけません。吐けないからね、吐けない病気だから、ね、正常のフローボリューム曲線よりも短い呼気の吸入速度になります。これ特徴的ですね。覚えてほしいのはこの3種類、色分けしましたけども、3種類のフローボリューム曲線を覚えておくといいでしょう。ちなみにこのグラフの縦軸横軸ありますけども、縦軸に近いところが最大吸気になります。で、横軸の一番端っこ吐き切ったところを最大呼気の値を示しています。はい、で、ちなみにこの山のてっぺんが一番吐いた時に吸流速度が一番速いところがてっぺんに
なります。これが大体正常だと、10から11リットルぐらいなので、吐けない COPD とか排気種に関してはそれよりも少ない、正常よりも少ないあの吸流速度になりますので、ここが分かりやすいかなというふうに思います。なのでこれ形で覚えちゃった方がいいかなというふうに思いますね。肺がんはちょっとこれね、やるのかどうか分からない。そもそもこれ診断するときに使ったりすると思うんですけども、肺がんって別にこの検査しなくてもね分かるでしょ。ってなるとフローボリューム曲線というか、この検査をスパイログラム自体をそもそもやるのかどうかっていうのはちょっと分からないですね。肺がんのになっているとき、例えば肺がんになってそこを切除する、肺を切除してしまった場合には拘束性換気障害が考えられますけども、肺がんの状態ですからこれに関しては別に正常の範囲内の呼吸を示すんじゃないかなというふうに思います。これに関してはちょっとあの自信ないですけども、肺がんって書いてあるだけですからね、肺がんでスパイログラムを取るっていうイメージはあまりないかなというふうに思います。ということで、あと覚えておいた方がいいのは特にないかな。なので、まあ覚えておいた方がいいのは、上に行く線を下に行くのを吸気っていうふうに覚えておけば、これに関しては問題なく解けるかなと。で、それプラス拘束性換気障害は吸えない病気、閉塞性換気障害は吐けない病気っていうふうに覚えておくといいかなと思います。で、それぞれ拘束性換気障害にはどういう肺性炎症とかね、そのあたりを調べておくといいかもしれないですね。というところで、これに関してはもう形で覚えてしまいましょうと。これぐらい分かってればこの問題に関しては解けるんじゃないかな。ちょっとごめんなさい、僕は専門外なのでなかなかねいい解説はできないかもしれないんですけども、まあ僕はこれ単純に上が何を表して下を何を表しているかっていうのと特徴的な形状だけで解けたかなというふうに思います。ということで本日は以上になります。